軍勢。軍勢株式会社は、大阪府大阪市北区に本社を置く、男性用肌着、インナー及びストッキングを主とする日本の繊維製品メーカーである。社名の軍勢は、創業時の社名、軍勢製紙株式会社に由来する。軍の勢とは、国の方針である国勢、会社の方針である社勢のように、創業地の斑鳩郡、現、京都府綾部市の地場産業でる、産事業を、郡、地域を挙げて、振興、推進していこうという、元農政官僚で、殖産工業の父と呼ばれた、前田正名の趣旨に基づいている。創業者の波多野鶴吉が、前田正名の講演を聞き感銘を受け、1896年、明治29年8月10日に、創業地の産業である、産事業の振興を目的に、軍勢製紙株式会社として設立した。産紙、紡績業が国家的事業として力が注がれていた明治期にあって、早くから海外に生糸を輸出し、高い評価を得た。海外の拠点開設も早い段階から行い、急速に業績を拡大してゆく。また、製紙工場では、女性の労働者が中心であり、地域の養蚕農家の支持を集めて創業していた。女工愛しという歴史があるように、当時が劣悪な労働環境で働かせる工場が多かった時代に、同社は女工ではなく、工女と呼んで大切にし、工場内に女学校まで設立して人間教育に努めた。同様に、大資本を背景に、財閥オーナー企業で創業する場合が多い明治期に、創業時から株式会社制度でスタートした同社は極めて稀有な企業であり、低賃金労働による搾取も感じられない、現代の CSR、企業の社会的責任という言葉をそのまま体現したような会社だったと言える。創業者の波多野鶴吉の掲げた創業の精神がそれを示している。製紙業の隆盛が長く続かず、レーヨン、人絹等の合成繊維が1900年代に誕生以降、徐々に産紙、紡績業の国際競争力は低下した。それに伴い、製紙業という繊維一次産業から二次産業への参入を検討し、1934年、昭和9年に塚口工場にてフルファッション靴下の生産に着手した。太平洋戦争後の1946年、昭和21年、日本国内で初めて肌着、下着の一貫生産に着手。それまでは、分業による生産が当たり前であり、世間ではメリヤス、当時、下着の生地をそう呼んでいた工場と、腫れ物は大きくなると必ず潰れると揶揄され、懐疑的な意見ばかりだった。当時、宮津工場長だった岩内菊次郎は、品質第一主義を掲げて徹底的に、品質量に取り組み、優れた肌着を開発した。戦後の厳しい経済環境下で粗末な製品、メリヤスは、漢字で一般に、メリヤスと表記する子もあり、バク=ニットのループの大きさばらつき、生地が縮んだり、だれたりして、形態安定が良くないがほとんどだった時期に、逆に優れた商品を発売したことで人々に受け入れられた。1952年、昭和27年には、ナイロン製ผ้下の生産を開始。以降、このような実用性アパレル製品分野が、事業の主力を形成し、経営貢献することとなる。このアパレル二次加工事業の成長拡大に伴い、その製品の包装材料を内製化を試みることで、1960年代からは、プラスチックフィルム製品の製造に着手、非繊維分野への進出の足がかりを作った。一方、創業からの主力産業の製紙業は徐々に事業規模が縮小し、1987年、昭和62年に生産終了し、完全撤退した。主力事業となった下着や靴下のアパレル分野は、1980年代から1990年代前半のバブル期に事業ピークを迎えている。しかし、当時の経営陣は、やがて国際貿易時代、グローバル社会が到来する予見。海外の低賃金労働力を背景として、低価格製品の国内輸入が拡大し、下着や靴下の事業の隆盛も永続しないと考え、新規事業開発に注力した。労働集約的な繊維業界ではなく、かつグローバル市場展開が可能で競争力が維持しやすい参入企業が少ない市場での事業化を当時掲げていた。結果、プラスチックフィルム分野の派生から各種の機能性材料の開発事業化に成功。これが現在の機能ソリューション事業として経営貢献するまで成長拡大した。この事業分野では飲料や食品包装用フィルムや高機能プラスチック素材で OA 機器向け材料を開発、また導電性フィルムの開発を契機にタッチパネルやその関連フィルム等の事業が誕生している。アパレル分野では従来の実用的製品からアウター含む総合アパレルへの脱皮を試みるが、スポーツウェア販売等を含めいずれも成功せず撤退している。当時、海外進出も開始して、現地の合弁事業にも積極的な一方、国内の生産拠点の集約、閉鎖に伴う遊休地の再開発に着手することになる。1980年代以降、同社自ら不動産開発事業に乗り出し、1985年、昭和60年に兵庫県尼崎市の旧塚口工場跡に西武百貨店をキーテナントとした大型ショッピングモール、軍勢タウンセンター塚新をオープンした。コピーライターの糸井重里が塚新と命名したこの再開発プロジェクトは単に商業施設開発だけでなく新たな生活文化を生む街づくりをも目指す大きな実であった。以降、群馬県前橋市の前橋リリカをはじめとする商業施設の開発と運営を進め、それとともに施設集客コンテンツや顧客の健康促進としてグループ会社運営の複合型スポーツクラブ、ンゼスポーツクラブを展開開始した。また、塚新では、源泉かけ流し式温泉、スーパー銭湯である湯の花楼も運営している。これらの不動産開発や商業施設運営、スポーツクラブ運営などが、現在のライフクリエイト事業を構成している。2014年度から2020年度の7カ年の中期経営計画 CAN20 を推進中である。現社長の小玉は1896年、明治29年の製紙業時代を第一の創業期として、靴下や肌着等の繊維二次加工製品事業の展開段階を第二の創業期として、現在の収益基盤となっている機能ソリューション事業へ参入した1980年代を第3の創業期として位置づけ、現在を第4の創業期だと社内外に公表している。多角的なビジネス展開をしており、社内外で企業イメージ、ブランドイメージが分散していたため、コーポレートブランドの再定義を進め、新たに明日をもっと心地よくというブランドステートメントを2013年に制定、同社のビジネスを社会への心地よさの提供が根幹であるを再定義し、分散したブランドイメージの統一を図っている。CAN20 では、人々の QOL、クオリティオブライフの向上に貢献できるビジネスへの注力を掲げている。メイン領域を医療、健康分野と見定めて、機能ソリューション事業で、成長拡大してきたメディカル材料分野とライフクリエイト事業のスポーツクラブ分野の成長拡大を目指すとしている。他、歴史的建造物が残る軍勢綾部本社は映画やドラマのロケ地としても使われている。他、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。